美味しそうな天丼、ボリュームたっぷりです。これがでもちょっと普通の天丼とは違うというふうに聞いてきたんですけども、確かにナルトが乗ってるのはちょっと珍しいかなと思うんですけど、どんなところが違うんですか？そうですね、あのまずは召し上がってみてください。食べたらわかる。じゃあこのちょっと大きなねお肉から、うわすごいとしてます。いただきます。でかっ。うん、あ、ん、うん、え、どういうこと？これチャーシューですか？チャーシュー、そうです、チャーシューです。あ、ほんまや、ラーメンの具材ですよね。え、そうなんです。こちらも上に乗っているのが基本のラーメンでよくある上の具材です。ラーメンの具材を使った天丼、あ、これは確かに新しいです。初めて見たわ。やってきたのは岡山市北区野田にある天かつ屋岡山野田店、はい、こちらではさまざまなユニークなメニューを提供しているんです。いやでもね、うん、このサクサクの衣の中のとろっととろけるチャーシューの味わいが、これ新食感で美味しいです。どうしてラーメンの具材を天丼に？もともとうちがあのラーメン店でして、はい、でそのノウハウを生かしてその具材を天ぷらにしたという状態です。もともとはアガイアンセという名前のラーメン屋だったこちらのお店、はい、その具材をそのまま天丼に活用しているんです。メンマ、メンマ、メンマの天ぷら。メンマ、え、メンマどれですか？メンマ、これですかね、これかな。あ、メンマっぽいね。じゃあ、うん、メンマの天ぷらも完全に細長い。いただきます。もう、うん、シャキシャキ美味しい、合う。でも確かにメンマってもともとタケノコですもんね。うん、そうです、あの当店であの味付けをしたタケノコメンマをそのまま天ぷらで。へえ、それは確かに言われてみれば合いますよね。逆になんで今までなかったんだろうっていうぐらい。チャーシューの他にも卵やナルト、白ネギなどラーメンでおなじみの具材が。いやすごい徹底的にね、はい、あ、すごいトロットロ、もうめちゃくちゃ再現されてますね。そうなんですよ、美味しそう、美味しそう。あとこのねタレもものすごくね、はい、ちょっとピリッと辛くてパンチがあって美味しいですね。このタレも実は当店がラーメン店だった頃から使ってた甘辛だれっていうものを、はい、天丼風にアレンジして作ってるんです。具材からタレまでとことんこだわってますね。いやーこれねチャーシューなんかねしっかりチャーシューに味が染みてて、そこにこのパンチのあるタレ、これはね、うん、天丼のご飯が、うん、進みますよ、美味しい。さらにおすすめの食べ方がもう一つ。今結構食べられると思うんですけど、はい、ここにですねこのお出汁をかけてもらいます。やっちゃうそれも。ひつまぶし風にってことですか？そうですそうです。これもめっちゃ珍しいですね。え、じゃあいきますよ。ちょっとなんかドキドキしますね。おー、あ、熱々です。これぐらい、これぐらいですかね。はい、そうです。じゃあご飯と具材と出汁を一緒にいただきます。出汁、うん、出汁、はあ、合う合う合う、うん、あ、これ合いますね。いや、美味しい。確かに具材の下味がものすごくしっかりしてるから、それをこうね出汁が優しくまとめてくれて、この味変は絶対した方がいいです。この音。ユニークな天丼は他にも。お、これ続いてはこれは鶏から天丼です。はい、鶏から天丼から？え、唐揚げですか？天ぷらですか？これはですね、鶏を唐揚げのようにタレで漬けてます。はい、それを天ぷらで揚げてるんです。唐揚げの味付けに。天ぷらの衣、考えるね。これもまたちょっと新しいですね。ではどんなお味かいただきます。
おおいしい。お肉からじゅわっと唐揚げ本来のねパンチのある旨味が出てきますし、衣はこれはやっぱり天ぷらのサックサクな感じ。美味しそう。まさにいいとこ取りですね。変わり種メニューの他にも定番の具材を使った天丼も大人気。毎月3回メニューが 10% オフになるお得な日も設定されています。詳しくはお店のインスタグラムをチェックしてみてください。天かつ屋は野田店の他にテイクアウト専門の三つ店もあります。元ラーメン店ならではのユニークな天丼、皆さんも一度味わってみては。